どうも、前原です。アセットコルサコンペティチオーネやっていきたいと思います。ホットラップですね。ベントレーでのチャレンジとなります。さて、更新できますかね。これがトップの人ですか。1分33秒。早いね。で、自分の記録どれぐらいだったかな？ちょっと忘れちゃいましたね。ベントレーね。ちょっとね、見づらいんですよね。では、早速やっていきたいと思います。ベントレーなんかね、演出しちゃうんですよね。
いやー、脱出失敗した。ダメだ、しんどくなってきた。
ダメだ。まあ最後ベスト出たからね。とりあえずリプレイ見ていきましょう。途中からかな。長くなるからね。半分ぐらい超えたぐらい。この辺から見ましょうか。いやー、38秒切れないですね。トップのとこ33秒だったと思うので、まだ5秒も差があるんですね。いやーでもやばいわ、20周とかすぐ走れちゃうな。30分がすごい遅いな。あそこの立ち上がりでだいぶ変わりますよね。高速コーナーだからブレーキしすぎかな。アウトでしょ。いやしんどいけど、やっぱこのこのゲーム楽しいな。これダメでしょ、もう。難しいな。ここがね、ちょっと油断すると出ちゃうんですよね。ブレーキがちょっと遅れると全然曲がれなくなっちゃうから、やっぱりあのガイドラインの通りにブレーキを踏まないとダメなのかな。最初にやった頃と比べるとここはだいぶスムーズに曲がれるようになりましたね。早めのブレーキなんだな、もうちょっとな。
ああ。吹っ飛んだところか。次の集会か？ベスト出したのは。もうちょっと細かいところをね、削れば37秒台はなんとかなりそうですけどね。意外とこの周回なのかな。全然先なんだ。スムーズに走れてると思ったのにな。この辺だよね。いやーもうただただ周回を重ねていけるな、これ。何このゲーム。本当にすごいね。なんかこうひたすら走れるようなこういう速度がねあるのがすごいですよね。最終コーナーの入り方、もっと考えないとな。
画面が切り替わった時になんかプツップツッって音がするの、これ残念だな。ここがあと3、4周あるのか。いやでも本当に、まあリプレイはね、周回だから、何周回見たら飽きちゃうんですけどね。でも走ってる分には本当に、なんか20周ぐらいすぐ走れちゃいますね。つきすぎると、乗っかっちゃうんですね。そろそろかな。本当に最終コーナーはもうちょっと早くブレーキしてストレートに向けてね、加速したいですね。この前の週がベストラップでしたね。うん。まあ、今回はこんな感じですね。自分の記録を確認するには今、こういうのが出てきたんだ。へぇ。周回ごとのタイムが見れるようになったんですね。今日のアップデートこれかな。で、この1分38秒202というのが、今日記録した
ベストですね。パーソナルベスト更新しましたね。で、安定してね、この38秒台で走れるようには徐々に、ね、なってきたんですけど、やっぱり37秒台ね、目指していきたいと思いますね。こうしてみると、まだまだ、いけそうですね。もうちょっとね、セクターごとのタイムも出てますんでね。こういうのを見ながら、どんどんね、いろいろチャレンジして、なんとか、自分の記録を塗り替えたいものですね。では、現在の記録は、1分38秒202です。次やるときはね、この38秒の壁をね、越えられればいいかなと思います。それではまた。